ちゃんくん、妹ができるかもしれませんよ、ジャック。どうする？仲良くできる？どうかな？どうですか、ジャンくん。どうですかね、ジャンくん。どうです？また人に慣れてないそうですよ。人に慣れてないわけではないんだろうね。一度は引き取られてるんだろうね。一度は引き取られてるの？うん。なんかそこにいるワンちゃんとうまくいかなかったっていうことで、うん、戻ってきたんだけど、それからなんかジャン君症状が出ていたらしいですね。ちょっとワンちゃんは意外となかなか難しい、ね。そうだね。うんちは。ちょっと警戒してるね。うん、ジャン君、妹に会ってきたよ。妹来ても普通にしていられるかな？あんまり刺激しないようにした方がいいんだけど、大丈夫かな？むしろジャン君がビビるかな？どうでしょう？よし、じゃあそれで出ました。出た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 。はい、はい、大丈夫。はい、はい、似合うでしょ、ほら、黒い爪とみ。はい、なつみ、はい、お利口さん、なつみ。お、もう探検するね。もう上の段覗いてる。あ、言った。えらいね、えらいね。じゃん、じゃんくん、まだ完全にビビってるね。黒猫の夏美ちゃんが家に来て5時間が経ちました。ジャン君は一時、籠城し、夏美ちゃんの方は意外にもこう3階建ての、ケージの3階に移動して、これ行くかなって心配してたけど、行きました。そしてそこで、休息をとっています。ジャン君泣いてんの？ジャン君泣いてんの？夏美ちゃん聞いても来ないね。そうだね。そして、4時間ぐらい経って、3時間ぐらいかな、ちょっとジャン君は移動を始め、4時間ぐらい経った頃に、部屋中のチェックを始めました。で、初めはビクビクしていましたが、今は甘えながら、これはあれなのかな、夏美ちゃんが来たせいでちょっと不安もあってっていうことだと思いますが、甘えた声で泣きながらいろんなとこをチェックしています。夏美ちゃん、今ご飯あげるからね。ジャン君の距離感。ちょっと見てみようか。
互いに気になってるね。威嚇しないね。耳も普通だね。さてこれが恋のような状態なのか、それとも敵対しているのか、表情に現れないんですこの人たち。でも耳いかなんないから嫌いじゃないかな。そうね、威嚇してないかな。はい、催促が入りました。お腹すいた。もうちょっとだよ。ジャン君さ、夏美ちゃんのシャアは優しいね。ジャン君あんまり邪魔しないのね。ちゃんなのかポンちゃんなのかクイーンちゃんなのかまだはっきりしませんが、まだ本来の性格は見えてないよね。ちょっとかな。うん、音だけだよね。まだだよ。あ、怖い？どう？いらない？ちょちょ。あんまり好きじゃない？そこ皿で置いてみ。じゃあこの。そういうことだね。まだ早かったか。道にチャレンジしよう。そのまま手で置いていけばいい。チュールの威力はやっぱりすごいね。あんまり動かない。うん、美味しい。だから食べない夏美ちゃんがチュールなら食べます。夏美ちゃんのことについてお話しします。うちに来てもう5日目の夜に今なっていて、それなりに、それなりにというか、まあジャン君に比べるとになってしまうんですが、はるかに速いスピードで、いろんなことをクリアしています。ただ、人に慣れているのかっていうと慣れてないですね。
なので、うーん、食事もちゃんととるし、トイレもすぐに、使ったし、ケージの中での、振る舞いというか、様子も心配なさそうなんです。ただ人には慣れていないので、油断するとスルッと逃げ出してしまうとか、そういう心配があります。それはちょっと心に置きながら、付き合っていきます。で、コメントの中にいくつですかっていう、質問がありました。これちゃんと説明してなかったかもしれないので、もう一度今言いますが、今現在で1歳半くらいと、いうことになってます。そしてですね、保護された時にすでに、子供を産んだ形跡があったと。だいたい猫の場合は5ヶ月で発情が来るそうなんですね。で、それがすぐ子供を、はらんで産んだとしたら、2ヶ月ぐらいだそうなので、7、8ヶ月で子供を産んでいるということになります。その後、病院に、保護され、一度、里親さんのところに行ったんですが、ワンちゃんと、ソリが合わず、戻ってきて、ちょっとショック状態のようなことになっていました。で、そこでも数ヶ月いわゆるリハビリのようなことがあって、で我が家に来たということです。というのが現状の、夏美ちゃんですね、今のところの、お話でした。はい、そしてジャン君のお話はもうないです。いい子になりました。ロミオとジュリエットの構図だ。ジュリエットふて寝してる。ジャン君今日は積極的だね。見てただけだ。どうですか？だいぶ慣れましたか、ここの部屋に。夜中にこのケージの中の1階から3階を使って大運動会を始めているそうです。それと同時にジャン君も部屋の中を走るそうです。なんかちょっと顔の険しさはなくなってきたね。うん、猫じゃらしも遊ぶかもしれないね。ここは遊び好きだね。たまのやつなくて、うん、なんか好きだね、これ。ピヨッとかするね。この遊ぶ感じ結構動的な遊びしてるから、ジャン君と遊ぶようになったらジャン君負けるな。意外と優しいもんね。うん、はい、どうしたの？夢見たね。見ちゃったね。だけあのブラシある？普通のでいいかな。ちょっとやってみようかな。はい。
心した。うん。いや。他はちょっと早い。どれ？うん。ちょっと手が。うん。あ、うん。そこ残ってたか。くだらん。もう少し。うん。うん。くいくん。それで、夢を見てちょっと激しく泣いたのは2回目です、うん、1回目は来て3日目ぐらいだったかね、もうちょっと経ってた、うん、で人泣きぐらいだったかな、うん、でびっくりして見たら寝てて、で今回は、はいはいはい、そうだね、うん、その子はどっちかっていうと寝ていないときに元気に遊んでる、うん、可愛い夢見ちゃったかな、ね、いよいよ名前をポンちゃんに決めようかなと思います。これが正式名称は、ポンヌフと言います。何それっていう感じですが、ポンヌフは、マオイさんが好きな映画で、フランス映画で、ポンヌフの恋人というのがあって、うん、これが、フランス語のポンは橋ですね、でヌフっていうのは新しいなんだって、うん、そうなんだ、うん、だから新しい橋っていう意味なんだ、ということは新橋、うん、親父の町新橋、ジャン君ちょっかい出してます。今どっちの声だったのかな、ちょっと分かんなかったね、ジャン君は無垢な目をしています。ジャン君、ジャン君、気の弱さが出てるね。ポンちゃん大丈夫なんだよ、ほら。ああ、ジャン君、しゃあ言うから。私は言ったの？ポンちゃん、全然平気だね。ジャン君。仕事しようかと思ったんだ。
全部ただの通行人だったら、ポンちゃんは出かけました。舐めてるときは撫でて大丈夫なの？そうなのかな。あ、睨まれた。あった。ポンちゃんが入りました。ちょっと舐めて。落ち着きました。はい、どんどんジャン君の基地取られてます。ジャン君こっちへで。やりました。二人でベッドに入っています。ポンちゃんが入りました。これはジャン君が入ってるとこにポンちゃんがすり寄ってきました。なんか今日はさ、うん、ポンちゃんが妙にジャン君に甘えるよね、うん、何か心境が変わったんだね。しかも見てお手手乗せてるの。ジャン君ちょっと居心地悪そうだけど我慢してあげてくれる？ポンちゃんがなんか甘えん坊さんになってるよ。ジャン君ポンちゃんが お子ちゃまだっていうことを認めたんだね、自分がね。うん、いや嬉しいじゃん。かわいいじゃん。かわいい。撫でますよ。撫で撫でですね。撫で撫で。
とうポンちゃんが出れ始めました。ポンちゃんお腹、ポンちゃんお腹出してんの。いいかいいか、ポンちゃんいけるね。はい、おはようのしゃー。はいはい、お子ちゃまたちどうですか？うん、やるつもりだ。怒られちゃいる。はい、怒られるよ。今のは当然だと思うよ。そうだね。きっと。ポンちゃんはちょっと距離を置こうか。はいよ。ジャン君のそばに行きたいね。そうね、ジャン君のことを大好きな私だよっていうことね、今ね。私はね、それご挨拶だからね。うん、大丈夫だよ。はい、どうぞ。でも大丈夫。ちょっと挟まっちゃった。おり。挟まっちゃったよ。隠れた。ちょっと、どうぞ。はい、召し上がれ。でも食べた？レオちゃん。レオちゃん、何今の？はい、もうご飯できるからね。はい、珍しい場所でくつろいでるね。ちょっとビビってるね。ちゃんといい子にするんですよ。全然大丈夫。はい。わかりました。じゃあちょっと失礼。よいしょ。ほら、いい子だね、いい子だね。はい、できたできた。はい、そのまま入れちゃおう。ほら、いい子だね。いい子さんですね。お子ちゃまなんだけど、一緒にいるのはどうですか？自分のとこの方が安心はするんだよね。うん、ずっと別れてたからね。しよう、ちょっと下がってた。どうですか？しよう、ちょっと待って、あんずちゃん。そのまま仲良くなっちゃえ。ペタシ。昨日ラブ君は里親さんのとこに行きましたが、
ご飯を食べないということで心配のメールも来ております。夜になってどうなのかはまた後でチェックでしょうが、そして、今朝、チャコちゃんという、にゃんこが4ヶ月のにゃんこが我が家には来ました。チャコちゃんを迎えるにあたってはシオンくんとアンズちゃんが、一つのケージで同居するということになりました。でそれもうまくいっているようです。問題はチャコちゃんはまだご飯を食べておりません。あー、美味しいね。よかった、食べてくれて。チュール痛い。はいはい、あ、シャークシャーク、はいはい、お腹空いてんだね、シャークもね。はい、じゃあ今ね、ジャン君、ポンちゃん仲いいね。シオン君とチャコちゃんは表に出ていますが、この2人はまどろみの時間ですって言おうと思ったらチャコちゃんが邪魔しに来ました。まどろんでますか、ジャン君。くつろいでますか、チャポンちゃん。最近ポンちゃんとジャン君の名前までチャコちゃん、アンズちゃん、シオン君、そしてラブ君あたりの名前とごちゃごちゃになってきている我が家でございます。今通ったのはチャコちゃんです。そしてシオン君です。あなたは誰？そろそろご飯だよ。遊んでばっかりいないでご飯食べなさいよ。朝一番からジャン君はよしよしをされています。ポンちゃんもよしよし中。はい、そしてケージの中ではシオンくん、アンズちゃん、チャコちゃんが何かを訴えています。この人たちはよしよしされっぱなしでストレスを減らしています。ああ、ポンちゃん、スリスリしただけなんだよね、本当はね。考えてみるとポンちゃんの方が、自分とジャン君とパパ、ママ以外が嫌いなんだよね。黙って耐えてるってことかな、君は。ジャン君はちょっと体調に出ちゃうんだけど。はい、チャコちゃん、今日から名前が変わるかもしれないけどね。これだったら安心。大丈夫大丈夫。そうですね。全然。はい、あ、でもお父さんがすごい。お父さんがすごい。やっぱり私が行くとどうかな。ちょっと耳が平たくなったかな、ね。平たくなったもんね。やこちゃん。ここね。一つ止めた方がいいな。どこ？あ、本当だ。はいはい、止めてあげて。うん、大丈夫です。やこちゃん。はい、ちゃこちゃん。はい、大丈夫大丈夫。大丈夫だよ。ジャン君、チャコちゃんがお家が決まりました。そしていいお父さんとお母さんに巡り合いましたよ。ジャン君もこれで
ちゃこちゃんにはほぼ会えないと思ってくださいね。ちゃこちゃんね、素敵なお家だったよ。ちゃこちゃん、ほんちゃん、あなたは真っ黒で全くわかりませんが以下同文ですよ。いいですか？よしよし。そうね、ポンちゃんも少し許し始めてたんだけど、うん、そうだね、もう旅立たれました。やっぱり猫にとっては暖かいのは気持ちいいんでしょうね。我が家の猫風景はこのように平和です。はい、ちゃんくん、しおんくん、そこはダメですよ。はい、よし、いいね、君はちゃんと悪いことをしてるなっていう気持ちがあるのね。はい、はい、じゃあここでいいです。ところより全然綺麗だからね。はい、はい、シアン君着きましたね。はい、大丈夫。だいぶ落ち着いてますよ、やっぱり。うん、大丈夫大丈夫。あとはもう環境に慣れればね。どこにあんずちゃん？あんずさん。シオン君はもう帰ってきませんが、ちょっと寂しくなりますが、元気に生活していただけますか？うん、ちょっと寂しいけどね、アンドちゃん。でも、おいしいの。ジャン君もいるし、おり？あ、なんかシュリシュリし始めました。おいしいの食べてください。はいはいはい、はいはい、大丈夫だよ。はい、すいません。はい、無事入りました。はい、ありがとうございます。今、人間は中を覗いていません。カメラだけを入れてみました。この2階部分にいるでしょうか。ちょっとわからないのですが、あ、今シャーを言いましたので、多分カメラには映ったんでしょうね。はい、ではこの後ご飯を差し上げます。はい、カオリンさん、おはよう。顔してるね。大丈夫だよ。大丈夫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 。気持ちいいね。
ここにカオリンの毛づくろいをしている影が映ってるよ。ここにはワンちゃんです。はい、ご飯だよ。ジャン君は全然恐れられてませんね。いいかね、母ちゃん。はい、ジャン君。優しいね。置いといて、置いてくれる？こちらネットの方、島が1入ったらこれにも入ってる。そうだね、それでもいいですね。はい、シャーって言ってますね。はい、母ちゃん。いい母ちゃん、ね、はいはいはい、大丈夫、大丈夫。お母さんの方、ね、床じゃないですか。大丈夫、ね、うん。ほら、床だね、母ちゃん。大丈夫だよ、俺。これカオリンが使ってたベッド、うん、まあ、洗ってないので匂いがいっぱいついてるから、これを持っていただいて、ちょっとだいぶ汚れてますけど、で、カオリンは元を言った保護主さんのところへ帰っていきました。はいはい、ちょっと足抜いてくれる？はい、抜いちゃう。はい、はいはい、うん、足が乗っかってただけ。はい、じゃあいいかね。うちよりさ、なんかほら、見晴らしがいいでしょ？見晴らしこれ下にくっつけるでしょ？そうですね。今くるくるってやんで、やります。ちゃんくん、ぽんちゃん、大丈夫だよ。ちょっと怖いね。ちゃんくんの息遣いが荒いね。ぽんちゃんはポンちゃんは付き添ってる感じだね。はい、
緊張してますね、まだジャン君。ポンちゃんが寄り添っているのでまあなんとかなっていますが、ジャン君はやっぱり怖がりですね。ジャン君、ケージの下を開けましたよ。ポンちゃんは順応が早いね、やっぱりさすがに。落ち着いて、落ち着いて。じゃんか。はい、はい、こだ。はい、こだ。はい、ジャン君、ポンちゃん、おはよう。ポンちゃん。まだケージの中に入っていますが、今日こそ頑張るからね。ポンちゃんがここに座った時に背景が美しくなりましたね。いい感じですね、彩りはね。あら、そこでいいの？ジャン君、ポンちゃんだったらね、ジャン君の上をまたいでここへ行くと思うよ。優しいジャン君と大胆なポンちゃんです。ジャン君、今日はいい天気だよ。